では次は中級編ですね。ステップアップしていきたいと思います。では最初肘をついた状態で体を倒していきますね。でこのまま膝を曲げていってもらって、ゆっくりお腹を地面から剥がす。そうするとお腹に効いてきます。ここでキープしていきましょう。一回下ろしましょう。よし、ではやっていきましょう。お腹周り、背中と背骨を挟んで背骨を反転する。はい、行きましょう。それです。そう、骨にしていく。ナイス。頭から骨盤までが一直線のイメージを持って、吐く息でぐっとお腹絞っていきましょう。いいですね。ナイス。いい、集中。はい、OK。 ダウンして、そしたら今の姿勢を保ったまま右手を伸ばします。先ほどのような状態ですね。まず膝曲げて持ち上げたら、右手をまっすぐ伸ばしてみて、そう、なるべく耳の高さを保って、体がねじらないようにここで頑張る。そう、いいですね。お腹に負荷をかけていきましょう。ナイス。はい、頭をまっすぐしますよ。そう、よし、はい、OK。 ナイス。いいですね。反対側やっていきましょう。いいイメージですよ。しっかり効かせていきましょう。はい、膝曲げて、はい、持ち上げたら左手アップ、そう、遠くに戻して、そう、このままいい姿勢、そう、ナイス。少しでも上げ手を上げるとかなり負荷がかかりますので、自分ができるなと思ったところから少し耳の高さまで上げてきてください。はい、 OK。 ナイス。ではちょっと膝を曲げましょう。あと膝をついていただいて、そうですね、この状態 OK。 で右足伸ばして、足をかかとで円を描くように回します。1、そう、ナイス。1、反対回ししましょう。1、そう、落とさないように。1、そう、こっちで支えながら、ナイス。はい、 OK。 いいですね。反対側行きましょう。ちょっと顎引きましょうか。そう、持ち上げて、そう、 OK。 しっかりお腹で支えながら、はい、左足伸ばして、そう、回して1、円を描いて、そう、円を描いて、そう、円を描いて、1、反対回し、1、ナイス。1、ナイス。1、ナイス。はい、 OK。 いいですね。ではまず足膝を伸ばしていただいて、そうですね、伸ばしたら一回下ろして、このままプランク上げてキープ、ゆっくり上げて、そう、 OK。 いいですね。締めていきましょう。今足開いてる状態ですね。閉じるよりも開いた方がお尻に効きやすいので、しっかり効かせていきましょう。そう、お腹を落とさないようにふーっと、そう、はい、OK。 戻しましょう。あと一つ行きましょう。今の状態から上げたらスライド、スライド、はい、行きましょう。一回上げて横に、1、と骨盤をスライド、そして真ん中に一回止めて、1、そう、ナイス。横に、そう、1、ナイス。1、ナイス。1、いいですね。1、 OK。 やめて、ゴー。オッケー。ではラストいきましょう。素晴らしい。最後はアップダウンやっていきますよ。ゆっくり持ち上げて、そう、そこからぐっと上げて、はい、戻す、はい、上げて、ここだけで上げて、そう、肩はこのまま、1、そう、ストップ、1、そう、ナイス。お腹で上げて、そう、背中でキープ、ナイス。1、ナイス。はい、OK。 ブレイク。 OK。